ウェブ開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日もですね、公式 LINE ご登録者の方からご質問いただきました。親がですね、こう、病気な状態でこうした方がいい、ああした方がいいよって一生懸命言うんですけども、親がなかなかこう聞いてくれないと。で、こっちはね、もうお母さんのために、お父さんのためにってこう思ってやってるんだけど、なかなかこうね、親がですね、あんたの言ってることおかしいみたいな風になってしまうと、どうしたらいいのーっていうところですね。結構の親子関係であるかと思うんですね。じゃあそのとこどういう風にやったらいいかというところで、画面の共有に入ります。こちらですね、この親が聞いてくれないというところですね。公式 LINE ご登録者の A さんからご質問です。ラジャー先生、こんにちは。いつも先生の動画はスーッと腑に落ちるものばかりでありがたく拝見させていただいております。こちらこそ、ありがとうございます。で、2ヶ月ほど前にですね、父が倒れて検査したところ、がんが見つかりました。嫁は言われてないのですが、家族みんなショックを受けました。父が一番ショックで、かなり痩せてました。それからというものですね。まあ、それ本当にね、皆さんショックだと思います。で、私 A さんもですね、父に何とか良くなってほしくて、病気は心、食事だよと、先生の、私のですね、ビジェネティクス、エピジェネティクスの動画や心のことなど、たくさん動画を送ったり、食事のことなどもメールしているのですが、当の父や母からはうざがられてしまっていますと。で、両親とは全く価値観が正反対のため、私の意見は宇宙人的なことを言っていると思われていて、そんな両親に分かってくれないことに対して腹が立ち、せっかく良くなってほしいと思っているはずがですね、なぜかもう腹が立ち許せない、怒りの感情に変わっていることに自分でもハッとしています。ここね、よく気づかれました。素晴らしいことです。で、先生の動画はかなり見入っていますので、こんな自分にも憤りを感じますし、理解してくれない、やってくれない両親に疑問を感じます。先日も母の日にいつもありがとうと電話したはずが、最後は喧嘩になってしまいました。どうしたら両親は素直に受け入れてくれるのか、どうしたら私のこの感情は寄り添いに変えられるのか、今私の何が間違えているのか、先生のご意見いただけましたら大変助かります。よろしくお願いいたします。ということですね。ここは結構なね、親子関係であると思います。で、このですね、A さん自身がお父さんお母さんに聞いてもらえたら、こんだけお父さんの体を思ってこうやってるんだからというところで聞いて聞いてとやるんですけども、実はこれ同じ周波数でこう呼び合ってるんですね。親が A さんに対して、あんたこうした方がいいで、こうした方がいいよとこう強く言って、でも我々親からあんたこうした方がいいよって言われると嫌じゃないですか。あんたのためを思って、親からね、あんたのためを思ってやってるんだからって言われると、私は私の道があるからいいよっていうふうに親から言われると、押し付けられると嫌だみたいな、それの周波数をおそらくこう、かつてのね、されても、されたことというか、を今度、私がお父さんのために、お父さんの体、ご病気のためにやってるんだから、なんでやんないのっていうのが、あなたのために良かれと思ってやってるんだから聞きなさいっていう周波数で、こう、綱引き、フォトンの同じヘルツで共振をしちゃってるんですね。で、そこに気づいてですね、じゃあ、どうしたら聞いてくれるかとか、どうしたらうまくいくかっていうところでですね、次のスライドですね。ほい。親が聞いてくれないっていうことに対してですね、まず、聞いてくれないと嫌だよねって、こう、自分自身に、A さん自身にですね、それは聞いてもらえないと嫌だよねっていうふうに、聞いてもらえてないっていうフォトンのですね、振動数を上げるんですね。どうやって上げるかって言ったら、自分で寄り添い、振動数の高い愛の側の振動数をかけると、聞いてもらえないと嫌だよねってやると、聞いてもらいたいってフォトンが引き上がります。で、プラス。もう、親は親の世界があって、私は私の世界があるので、押し付けないと。A さん自身が親御さんから、あんたね、こういうふうにしなさいよと押し付けられたら嫌じゃないですか。で、私は私の世界があるんだからって思っちゃうじゃないですか。と同じように、お父さんお父さんの世界があって、お母さんお母さんの世界があって、っていうふうに割り切って、私は私の世界があるっていうふうに割り切ってあげると、そうすると、親から子、子から親っていう、お父さんから言われたら嫌だ。お母さんから言われたら嫌だ。私が親に言う嫌だみたいな、親と子のエネルギーではなくてですね、あの人はあの人っていうふうに割り切ると、人間対人間になるので、結構そうなった時にスッとこう、意見がですね、聞いてくれやすくなるんですね。なので、押し付けようとすると、私が親に押し付けようとすると、親からも押し付けようとする。いや、私はこういうふうに病院、ね、俺はお父さんね、俺はこうやって病院で治すんだからいいみたいな。
ふうに親からも押し付けようとする悩みが来るので、同じ周波数で呼び合ってるっていうことに気づいていただければと思います。で、三つ目は、親が私の声を聞いてくれていないイコール、声を聞かないっていう周波数パラレルで世界を作っているので、相手とか自分とか関係なくですね、相手と自分との関係は自分と自分自身との関係なので、私が私の声を聞いてあげるっていうことです。私は親から私の声を聞いてもらいたかったんだよねっていう声を私が聞くってことです。とか、親から認めてもらいたかったんだよねっていう私の声を私が聞いてあげる。で、親に良くなってもらいたいって私思ってたよねっていうふうに、私の声を聞いてあげるっていうふうにすると、声を聞くっていう周波数になるので、その声を聞くっていうフィールド、場ができると、親御さんも声を聞くっていう周波数になるので、スッとなります。なので、ついこっちの方がいいからと、押し付けてしまう風になってしまうんですけども、そのところを押し付けると、向こう親からも押し付けるという周波数が来てしまうので、声を聞くと、親に聞いてもらいたかったら、私が聞くっていうことをやる。自分の声を聞くっていうことをやると、声を聞くっていうのは、周りの声を聞くとか、私の声を聞くとか、両方同じ、傾聴する聞くっていう周波数になっていくので、そうやってですね、私自身が自分の心の声を聞くってやると、聞くっていうパラレルで、親御さんも聞くっていうパラレルになるので、お互いにね、意見がこう通じ合うと思います。もう本当にこう、親の世界、私は私の世界ということでやってですね、で、まあ、治る治らないは、本当にこう、最終的にはご自身、肉体を持っているご自身の最終決断になりますので、そこの部分は親御さんが気づいて、あ、本当だなと娘の言う通りだとなってくれるかもしれない。でも、この A さん自身はお父さん、お母さんを尊重する。で、私自身を尊重するというふうにね、やっていっていただければと思います。そうやって、自分自身の心の声を拾うというふうになっていただければ、皆さんが自分の心の声を拾ってあげれば、体のことをお父さんが自分の心の声を拾って、あ、俺の体を大事にしなきゃなっていうふうになっていくかもしれません。というふうにやっていっていただければと思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。